こうやって図書くとなんか時間もいっぱいかかるしっていうことで工夫された下書きがタイムテーブルなんですよ。ね、つまりこのね図書かなくてもこれで解けちゃうよっていうテクニックなんですよ、タイムテーブルってね。だからテクニックなんで、テクニックなんでね、もちろんこのね図なんかもちろん書かなくてもですよ、ね、もちろん書かなくてもこのタイムテーブルだけでこの問題解けちゃうんですよね。それが1本目の動画で証明したことなんですよね。別にこれだけで一応解けちゃうんです、解けちゃうんですけど、解けちゃうんですけどね、このテクニックを使うためにはね、このテクニックを使うためにはですね、やっぱりこれちゃんと理解しとかないとね、暗記で頼っちゃうとね、この税効果とか絡んだりですね、今回みたいなね、例えば修正ね、連結修正証券仕分けであるとかね、なんだ、S 社のね修正仕分けであれとか出てきた方法になるともうちんぷんかんぷんになってまってね、何にもできないんですよね。はい、 OK ですかね。まあ他の動画でもたっぷり喋ってる話なんですけどね、だから僕が口酸っぱくなるほど言ってるのはね、まずテクニックじゃなくて理解なんですよ。理解ね、理解をしっかりやってくださいね。その上でですよ、その上でテクニックなんですよ、あくまでもね。うん、この順番はね絶対間違わないでくださいね。 OK ですかね。うん、はい、ということでね、まずはですね、